スミケモノは、新生代古代三期に生息していたとされる、アントラコテリウムカボトリオドン属の草食哺乳類。玉ヒズメ類のゼモエツ種。日本からは2004年に、兵庫県三田市で発見された、三田単獣ボスリードンサンドアンシスが知られる。スミケモノは5000万年前頃から生息し、約1000万年前に絶滅したとされる。 主部や脚部が極端に短いイノシシに似た哺乳類でカバの投園に当たるという説もある。最初の発見はヨーロッパで丹田地帯で化石が発見されたため墨獣と呼称されるようになった。2004年5月に兵庫県三田市の道路工事現場で約3700万年前の地層から草食動物の足跡や 爆上化の化石と共にスミケものの化石が発見された。この化石は、人と自然の博物館研究員の三枝春を松原久し、林原自然科学博物館の坪本竹久、研究員、京都教育大学の田中里志教授らが研究した結果、従来のスミケモノと歯の並びや感覚に違いが認められるとして、2007年に、 日本地質学会の雑誌、アイランドアーク16巻3号に住み重類の新種として記載された。それまでに日本で発見されたアントラコテリウム化の種としては最古のものとされる。神戸新聞、竹久津ば本高島津原、里下中、春尾西草、2007、ジオロジカルエイジオブザヨカワフォーメーションオブザ、神戸グループ。 オンザベーシスオブテレストリアルマメ t リアンフォッシルズ、アイランドアーク16ピアニッシモ479-492兵庫県立人と自然の博物館三田市から哺乳類化石発見などありがとうございます